ハードなスケジュールが続いていた。明日は一日オフにする。みんな何してるかな。意外とやることがない。じゃあこういうのはどうかな。お着替え完了。準備万端、問答無用ですわ。みんな何やってんの。デビューしてまだ間もない経験不足な私たちが立っていい舞台なのかって。お姉ちゃんと同じ舞台に立ちたいから、立たないと後悔すると思うから。炭の箱ってこれのこと？とにもかくにも重要なのはお肉ですわ。お金払うとき、えって顔したよね。たまにはいいな、こういうの。牧野さん、聞きたいことがあります。それは私たちに対する勝利宣言？なんで売れなかったんだろう。私にはどうすることもできないんだから。マナさんのために歌ってるんじゃないの。琴乃ちゃんの何を知っているんですか。